皆様、こんばんは、ボールアロー八尾店専属の、和田秀和です。昨日は、A シフト6位で、まあ、フィニッシュしたんですけども、まあ、1ゲーム目のスタートは、まあ、良くなかったんですけど、同じボックスの田形プロの投球がすごい良くて、ストライクの出方も良かったので、それを参考にボールとラインと立つ位置を、調節して、そのゲーム250で、そこから4ゲーム250近く点数を維持して、6位でフィニッシュすることができました。まあ、5ゲーム目200点とあんまり良くなかったんですけど、今日はその反省点を生かしながら、ボールもチョイスしてきたので、しっかり、まあ、点数を出して4位の1回戦シードを、まあ、目標にとりあえず投げたいなと思います。今日は、まあ、レーンも遅くなるんですけど、まあ、点数もしっかり出して頑張れるように、頑張りますので、皆様応援よろしくお願いします。